20代 OL です。先ほど流れてしまったので再送します。大変不謹慎なのですが、お年寄りが長生きするメリットが分かりません。また税金を使って延命治療することにも疑問を感じます。倫理観や感情論抜きにお年寄りが長生きする意味ありますか？あのお年寄りが自分自身だったら死にたくねえっていうだけで、その要は若い人が老人が生きることにどういうメリットがありますかっていう問いってあまり意味がなくて、その老人たちが死にたくないですって思ってますと。で投票した場合老人たちの方が票が多いです。なので老人たちが死にたくないっていうのが多数派になるので、じゃあ政治家はそういう法案を作るし、若い人からお金を巻き上げて年金という形で高齢者に払うっていう形になるんですと。みんな老人になるんだよって言ってるのは分かるんですけど、あの若い人からお金を巻き上げて老人にお金を払うというのが正当化されるわけではないんですよ。要は老人になって自分が行きたいから自分が行きますっていうのであれば、別に人それぞれ好きなように生きればいいじゃんなんですけど、今の政治のシステムでいくと若い人から金巻き上げて老人にばらまくっていうシステムになっちゃってるんですよね。要はあの年金って、今年金もらってる人って払った以上の額の年金をもらってるんですよ。で俺たちも若い頃年金払ってなんだっていう言い訳をする高齢者の人もいるんですけど、今の高齢者って払った額よりも多くの額を受け取れる世代なんですよ。でも今の若い人たちとか、まあ、僕らぐらいから払った年金額の額よりも少ない額しかもらえないんですよ。なぜなら高齢者が多くて若い人がどんどん減ってるから。なのでそのなんか自分たちも年金払ってたんだからもらう権利があるっていうのは金額的には間違ってます。要はあの払ったからもらうっていうので、そのやった行為としては同等に見えるんですけど、払った金額と受け取る金額で受け取る金額の方が多い世代なので、なので金額ベースで言うとそこは嘘ついてるんじゃないかなと思います。はい。